ユタ州、グレートソルト湖の蜃気楼蜃気楼は、密度の異なる大気の中で、光が屈折し、地上や水上の物体が浮き上がって、見えたり、逆さまに見えたりする現象。光は通常直進するが、密度の異なる空気があるとより、密度の高い冷たい空気の方へ進む性質がある。芯が木を吐いて、楼角を描くと考えられたところから、蜃気楼と呼ばれるようになった。 大気の密度は大気の温度によって粗密を生じるが低空から上空へ温度が上がる場合、下がる場合、そして水平方向で温度が変わる場合の3パターンがある。それぞれによって蜃気楼の見え方が異なるため以下のように分類される。ファタモルガーな四角い太陽温度の低い海面等によって下方の空気が冷やされ密度が高くなると元となる物体の髪型に 新気楼が出現する。水平線の元に隠れて見えない風景や船などが見える場合があり、通常ニュースなどで取り上げられる。新気楼は、この上位新気楼を意味する場合が多い。ヨーロッパなどでは、伝統的にファタモルガーナとも呼ばれている。北海道別海町の野付半島付近や門別市などでは、この太陽の新気楼の一種として、四角い太陽が観測されることがある。 四角い太陽は気温が氷点下20度以下になった早朝、日の出直後の時間帯に通常は丸く見える太陽が四角く見える現象である。極地域では他にもこれが観測される場所がある。16世紀末、ウィレム・バレンツラの北極海探検時にノバヤゼムリで発見されたので、ノバヤゼムリア現象という別名もある。光の屈折による 海診気楼逃げ水現象を最も一般的に目にする機械の多い診気楼。アスファルトや砂地などの厚い地面や海面に接した空気が熱せられ、下方の空気の密度が低くなった場合に物体の下方に診気楼が出現する。ビルや島などが浮いて見える浮島現象や逃げ水現象もこのタイプに属する。物体の速報に診気楼が出現する。 報告が最も少なく極めて稀な現象であると言える。スイスのジュネーブ湖で目撃されたという報告がある。また、日本で知らぬいと呼ばれるものもこのタイプの蜃気楼に属すると言われている。蜃気楼蜃気楼と見られる記述が初めて登場したのは紀元前100年頃のインドの大地ドロン第6まで遡る。この書物の中に蜃気楼を示す。 剣立場状という記述がある。また、中国では、式典館書の中に、新紀郎の語源ともなる、新の木によって牢が形作られるという記述がある。日本語の、海矢倉は、新牢の新を、海、老を、矢倉と訓読みにした言葉である。日本では近世に成立した、北越軍団において、上杉謙信が、新紀郎を見たとする逸話を記しているが、 最も古い確実な文献として、加賀藩に仕えた沢田隆史県の漢文紀行1669年に新紀郎についての監視が読まれている。宇オズ古今紀1788年では、加賀藩当主である前田綱則が、宇オズで新紀郎を見て吉祥であると、危険状と名付けたと伝えられている。その他、同じく加賀藩当主、前田治治は、 1797年4月に江戸から金沢への参勤交代機場道中にウ津で新機楼を発見し、その絵を描かせたと伝えられている。幕末の1846年に北海道を探検した松浦武志郎は著書最高江戸日誌、西江戸日誌で小樽の新機楼を高島お化けと称して紹介している。春夏型の上位新機楼を日本国内で、 最も新気楼が見られる町ウオー市では、富山湾の富山市方向や黒部市方向に新気楼が現れるが、1992年より、ウオズマイボツリン博物館の学芸員が、毎年の出現回数を、1996年4月より、回数に加えて、3台のカメラと屋外の肉眼での観測を行い、AE の5段階評価で発表している。A ランクは、肉眼でも、 はっきり明瞭に見え、誰もが満足するもの。C ランクは、新機能の知識がない人や、双眼鏡を使用せず肉眼で見ている人の半数が、わかるものとしている。ただ刻々と変化するのであくまでも、目安としている。A ランクの新機能は滅多に現れることはなく、ここ最近では2005年と2018年6月30日に、現れただけで、観測を始めてからも8回のみである。 秋冬型の海新気楼2020年3月より、魚住ズ没林博物館と富山大学は共同で、魚オ市の海岸線沿いにある遊園地ミラージュランドの観覧車の市中3カ所に会場に無気温度計を設置、それぞれの高度の気温を10分ごとに観測し、新気楼が発生する気象条件を探るとともに、発生予報に役立てばとし、 3月から9月まで海の液晶気楼にてデータをもとに見えるかも見えないかもの2パックで表示していたが的中率は48%であったため精度向上を目指し高さ11メートルから25メートルの間に新たに温度計を設置し2021年以降も引き続き観測を行う歴史のコーデの記述にもあるように前田綱則や前田治治が 新紀楼を目撃にしている場所は、北陸道がウオズの海岸沿いを通る地点にある、加賀藩並びに、富山藩、大正寺藩専用のお旅屋があった場所であり、現在は大町海岸公園となっている。この公園は、お旅屋跡としての場所が特定でき、歴史的背景もあり、現在も新紀楼を見ることができる継承地であることから、2020年3月10日に、 ウオズウラの新記録として国の登録記念物に登録されている。ありがとうございます。